こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。前の動画ですかね、ブレイキングダウンに応募しますよっていうお話をしたと思うんですけども、今日ですね、今日何時ですか、11月の6日、日曜日、正式にブレイキングダウンの方にですね応募をさせていただきました。エントリーっていうんですかね、エントリーさせていただきました。ですね、動画を撮影したりとかいろいろですね、なんか用意するものがあったんで、すぐにちょっとできなかったんですけど、昨日今日で準備して、今日、エントリーを済ませました。はい。なぜねこのブレイキングダウンに、参戦しようかと思ったっていう理由、YouTube の方にもまだ限定公開っていうことになってると思うんですけど、またそれとは違うお話とかもできると思うんで、参戦しようと思った理由をお話ししていきたいと思います。ですね、ブレイキングダウン、格闘技の大会で1分間最強を決めるという大会ですけども、ブレイキングダウンにはコンセプトがあります。でコンセプトがですね、格闘技業界格闘家のイメージを壊し続けるということと、あともう一つ人生を変えるっていうコンセプトがあるんですね。ですごく私そのコンセプトにですね賛同できますし、感銘を受けました。確かにブレイキングダウン出てる格闘家の方、選手の方、ブレイキングダウンにですね出場することによって、何でしょう、人生変わった方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。見てて本当にそう思いますし、またそれがすごく楽しいですよね。面白いなと思います。誹謗中傷とかねする方いらっしゃるかもしれないけど、なんか自分で掴み取って頑張ってて素晴らしいなって、本当にこれは本当に思います。素晴らしいなと思います。皆さん選手参加されてる方々ですね、いいなというか、ちょっとなんか上からに聞こえちゃったら申し訳ない、そんなことはなくてですね、素晴らしいなと思います。はい。それでですね、私が行っているサービス、このいつも動画を配信しているマリアージュ賃貸、こちらのサービスはですね、不動産業界金融業界の、常識だったりサービスを、破壊しているサービスですね。住宅ローンが組めなくてもお家が買えたりとかですね、さまざまなそういった新しい、考えで行っているサービスです。でまたですね、ブレイキングダウンと破壊し続けるっていうところと似てると思いますね。今後も新しい展開、マリアージュ賃貸たくさんあります。はい。そしてですね、もう一つ、人生を変えるですね。でやっぱり住宅購入が困難な方、困ってる方がたくさん入居者の方お待ちですし、もちろん入居されてる方もそうですね、いろんな方がいらっしゃいます。そういった方がお家を購入できることになれば、人生がですね変わるきっかけを与えることができると思ってます。実際ですね、引っ越しを遠いところからお引っ越しをしてくださったりとかですね、そういう方もいらっしゃいますし、たくさんの方、入居をお持ちの方も含めてですね、人生を変えようと思ってですね、住宅購入をしたいと、マリアージュ賃貸で物件に住みたいんだと思ってくださる方がたくさんいらっしゃいます。やっぱりですね、その入居者お待ちになっているお客様はですね、何でしょう、全員とは言わないですね、8割ぐらいのお客様がだいたい過去に、クレジットカードだったりとか、あと事業をやられている方ですね、うまくいかないですよ。事業って本当に難しいんでね、なんか失敗してしまってですね、借金をたくさん作ってしまって破産をしてしまった方とか、そういう方がたくさんいらっしゃいます。あとは、最近なんか若い方なんですかね、スマホのゲームとかや、ね、課金するじゃないですか。でそうするとなんかそれどんどん課金しちゃったりして、携帯の料金払えなくなっちゃいましたとかね、そういうことでもう住宅ローンが審査おりませんとか、そういう方もいらっしゃいますし、あとは別に何もね失敗とかはしてないけども、フリーランスの方ですね、フリーランスの方、収入はあるけども、住宅ローンを組めない方などが、入居お待ちの方、また入居されている方で、多く見られます。はい。で失敗した方、うまくいかなかった方が大半多いんじゃないかなと思うんですけども、失敗してもね、間違っても僕はいいと思うんですね。大事なことはやっぱり立ち直る力、逆境を跳ね返す力ですね。逆境を跳ね返す力ですよね。ですごく大事だと思いますし、失敗をしても間違ってもちゃんと支える社会が必要だと思います。ちゃんと生きれる社会が必要だと思います。でそういった人でも夢を持ったりとかね、希望を持つことができる社会、とても大事だと思います。私はそんな社会を作りたいです。はい。それでですね、そのためには私にももっと力が必要です。私の会社にも、必要ですし、アライアンスに加盟してくださっている業者様にも力が必要です。そのために、ブレイキングダウンに
力を得るためにですね、ブレイキングダウンに参戦しようと思いました。そして今困難な方、逆境の方、住宅購入が困難な方にも夢を与えたい、本当にそう思っています。はい、それが参戦する理由です。はい、もちろんですね、参戦するメリットありますよね。注目されている大会ですから、メリットありますし、そういったところももちろん経営者ですから考えています。ですが、デメリットも当然あるとは思っています。何でしょうね、私別格闘技の経歴とかないですし、喧嘩もね、別したことないわけじゃないですよ。したことありますよ。たくさんじゃないかもしれないです。あります。普通に人と殴り合いとかね、全然ありますよ。あるけど、私も年41歳でおじさんなんで、別にそんな、もうここ数十年そんなことしたことないわけですよ。もう20年ぐらいしてないですね。その人を殴るとか殴り合いみたいなことは20年ぐらいしてません。はい、してない、20年弱してないと思いますね。はい、そんな感じですから、そんなね、戦うことだって怖いですし、怪我もするかもしれないですしね、そんなリスクも当然ありますし、あとはやっぱりこう SNS などでですね、出たことによっていろいろ誹謗中傷だったりとかね、言われたくないですけどね、言う方もいらっしゃるんじゃないかな。怖い世の中ですからね、そういったこともあると思います。そういうデメリットも当然、理解した上で、参戦しようと思いました。はい、それでですね、アピール動画とかでもお話をしてるんですけども、これブレイキングダウンにもし仮に私が参戦できたとして、参戦というか、オーディションあるんで、オーディションそもそも多分何ブレイキングダウン6だから前の大会ですよね。それだと多分何人ぐらい、2000人ぐらいの応募があったらしいんですよ。だからそうなると、今回人気になってもうさらにね、ピークっていうか、今人気、すごい人気だと思うんですよ。いろいろ事件があったかもしれないですけど、さらにね、注目、今まで見たことなかった人が、見るようになってるんじゃないかなと思うんですよね。なので、もうさらに応募総数っていうのが増えるんじゃないかなと思うんですよね、7回大会は。そうすると、5000人とかね、そういう人来ちゃうんで、そのぐらい来ちゃって、2000人でもすごいんですけど、だからなかなかオーディションにね、たどり着けないんじゃないかなとは、全然私は思ってます。はい。当然じゃないかなと思います。ただですね、もし仮にオーディションに参加することが、オーディションまで参加することができて、でその後ね、いろいろあると思うんですけども、本戦、試合ですね、そちらの方に出れるようになった場合ですね、ちゃんと私の方、ちゃんと考えてます。はい、それ何を考えたかというと、私にもし、私の対戦相手ですね、私にもし勝ったらですね、マリアージュ賃貸の投資物件を勝った選手にプレゼントします。マリアージュ賃貸、ぜひやってください。ただね、私別に対戦相手の方に何か別に要求はしませんよ。はい、私と戦ってくれればいいです。ただ私も負けたくはないんで、本気でいきます。ちゃんとトレーニングもしますし、適当なことはしません。絶対本気でぶつかっていきます。はい、倒すつもりで、勝つつもりで、真剣にやるつもりです。はいですね。対戦したい選手も、当然いるんですけど、ここでは、ね、言わない方がいいのかなと思うので、別対戦したい選手はここでは言いません。多分言うといろいろまずいんじゃないかなと思うので、その辺は、言わないようにします。はい、そんなわけで、ブレイキングダウンに、応募した理由ですね、今日お話をしてみた感じになります。ちょっとね、これ私こうやっていつも撮ってるんだけど、たまにね、この角度じゃない方がいいなと思って、スタンドみたいなの一応あるんだけど、あんまり良くないから、ちょっとこうやって撮ってるんですけど、そういう感じなんですよね。はい、で、ブレイキングダウンのお話はいいとしてもですね、今後もマリアージュ賃貸の物件もそうですし、アライアンスに加盟される業者さんもたくさん増えていきます。あとこれ面白いことがあってですね、面白いって言っちゃいけないのかな、ブレイキングダウンに、インスタとか YouTube に応募しますよ、オーディション応募しますよっていう風に書いたらですね、なぜか急にと問い合わせが、いつも問い合わせ結構ね、マリアージュ賃貸たくさんあるんですけど、いつも増えてる感じがするんで、何なんでしょうか。この時点で、ブレイキングダウンの効果が出てるんでしょうか。そうなのかもしれないですね。すごい人気のコンテンツですからね、それだけでもありがとうございますという感じですけども、で、あとはね、私の友人とかにもね、ブレイキングダウンに出るんだみたいな話をしたんですね。何人かの、4、5人の人ですかね、お話をしたら、みんな自分が出るわけじゃないのに勝手にテンション上がってですね、テンション上がっていただいているので、テンション上がってるというか、別にね、俺がやってるとかそういうことじゃない、そういうことじゃなくてですね、元気になったとかね、なぜか知らないけど頑張るとか、わけわかんないか、そういう、それだけでも、そういうふうに、
別になんか自分が上から言うとかそういうこと全然ないんですけど、そういうことじゃなくて、あのなんかそういうふうに言っただけでね、なんかこうワクワクしてもらったりとか、あなんか頑張ろうって、なんかお前が頑張るんだったら頑張るよとか言って思っていただけるだけでもね、なんかいいことっていうか、なんか、うん、いいなと思いました。いいなってなんか薄っぺらい発言かもしれないですけど、いいなと思いました。はい、だからまあこれでもしねオーディションとかに進むことができたら、もっとねなんか誰かに頑張る力を与えられたりとか、ちょっとなんだか俺もやってみようかなみたいなね、そういうのも与えられたらいいですし、もちろんあと入居待ちのお客様とかね、あとこれからマリアージュ賃貸利用したいなと思っている方にも、なんかサービスを知ってもらうきっかけになったりとか、なんかそんな自分でもねお家を購入できるんだとか、いつかはそういうことをしたいなと思っていただけたらいいですし、あのどんな人でもですね、あの頑張れる、やり直せる社会を作りたいと思ってます。はい、私もそうですし、アライアンスに参加している企業は全てみんなそう思ってます。そういう社会をしっかり皆さんと一緒に作りたいと思ってます。はい、ちょっと最後はなんか固い話になっちゃったかな。まあなんかいいですね。はい、まあいいでしょう。はい、じゃあそんな感じです。今日の動画はこれでおしまいです。いつも、ご視聴していただきありがとうございます。あと、今日なんとなく見ちゃった方、いらっしゃると思いますけども、なんとなく、見た方、ぜひ、チャンネル登録の方してください。ですね、まあ、マリアージュ賃貸のお話とか不動産のお話、まあ、あとブレイキングダウン、なんか出場とか、なんか出演とか決まればそういう話もしていきたいと思いますし、まあ、出演とか、ね、しなかったら別に話す必要はないんで別に話さないですけど、まあ、そういうこととか、お話できたらいいなと思います。はい、それでは今日の動画の方おしまいです。ありがとうございました。